思ったじゃないの。私別にこの番組でさ、リハビリ受けてるわけやないねん。言うかな。私何かと思ったよ今本当にマジで。何を言うのかな。すいませんが、はい、分かってやっとります。私は申し訳ありません。僕の方が段取りの方に追われておりまして、すいません。ことごとくことごとく言わてください。お前はだから上ちゃんみたいになれないの。いよかった今日反省会がなくて。じゃあいきますよ、はい、せーの、クイズ和田オネア。はい、出てよかった。よくできました。ありがとう。クイズ和田オネア、見事正解されると1万円をお一人の方に差し上げます。お答えいただく方は今日オネアファックスメールくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。アッコさんは今日フジテレビ僕らの音楽の収録でこのいい加減に旋回の後すぐに日本放送を飛び出すので恒例の反省会はなしということになりました、はい、で当初そのことでアッコさんが私柿穴に向かって言った、何言ってもいいと思うなよを問題にしようと思いましたが、はい、急遽変更になりました。あ、そうですか。今日の問題はアッコさんが、はい、93年に出た懐かしの音楽番組の話になった時、はい、ひょんなことからある歌手の方の名前を間違えました。はい、それは次のどれでしょうか。はい、1番カルメン・マキさんをカルーセル・マキさんと間違えた、はい、2番柳ジョージさんを所ジョージさんと間違えた、はい、3番桑田佳祐さんを元巨人の桑田真澄さんと間違えた、はい、4番吉田拓郎さんを森永拓郎さんと間違えた、はい、ああ、なるほど。4択です。面白い問題ですね。さあこの時間出るかどうか。3回、あれ5回までですよ。今年の時間ですよ。あれ、もし、もしもし、はい、和田と申しますが。あ、こんにちは。こんにちは、はい、あれ大田区のメールいただいたのは俊久さん。俊久さんの主人です。あ、ご主人ですか。ご主人は今、はい、今ちょっと時計隣で、あの時計の修理をして、手が時計の修理の真っ最中。そうなんです、仕事がそういう仕事なので。あら、はい、あ、すいませんけど奥様ですか。そうです。あ、すいません、あのご主人お仕事されてるの分かりますが、はい、私も仕事で電話してるんですけど。そうです、そうです。あのいつも毎週聞いてます、本当に。あ、ありがとうございます、はい、じゃあご主人の代わりされますか。声出しますね。はい、あ、もしもし。あ、こんにちは。どうもどうも、どうも。すいません、ブランド時計の電池交換とかそういうのやってるもんで。あー、なるほど。お仕事はね、はい、大田区の俊久さん。そうです。問題聞いてましたか。はい、はい、聞いてました。いつも聞いてます。やった、私奥様お出になったから無理かと思って。いやいやいや、そうじゃないと、お店なもんでね。はい、はい、はい、じゃあ行きますよ。大丈夫ですね。はい、今の問題の答えは何番。1番です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。はいです。おめでとうございます。どうも、どうもありがとうございます。いや、なんかね、はい、奥様がお出になって、はい、それで今あの時計の修理で手が離せないとか。手が離せないとか、あのちょうどなんていうのかな、パソコンも置いてあってね、あのうちはあのブランドリサイクルショップってあのスイートドットって一軒大塚の駅前でやってるんですよ、はいはい、それで夫婦で2人でやってるもんで、はい、いろんな時計のあの。いや、それはいいんですよ、ね、それはいいの。だけど1万円の応募したわけでしょ。あ、そうです。応募して奥様が電話出ておっしゃった言葉が手が離せないもんなんて、それはないと思うんだけど。そうですよね。まだ当たると思わなかった。結果的に出られて正解したんだよ。この時間になんてね、今日初めての試みでやってみたんですよ。すいません。いや、よかったですよ。ちなみに俊久さん、はい、あの和田子、私の新曲何でしたっけ。新曲ですか。はい、タイトル、タイトル、恋夢。恋夢。恋夢、はい、そうです、さすがですね。7月の25日発売ですから、はい、はい、お仕事盛大で頑張ってください。はい、よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。トシーさんの今、アコさんが遠回しに買ってくださいよって意味分かってらっしゃいましたかね。ないですね。よろしくでしたから。よろしくって言まあ、いずれにしても。でもね、よかったんですよ。私、最初、何を奥様、何をおっしゃって手が離せないって、いたずら電話してるわけじゃないんだから。そうなんです。はい、正解は。
間でございました、はい、以上クイズ和田お願いします。